しませんでした。内藤が後ろから飛び込みましたがボールに触れることができず、しかしまだ北九州ボールです。代わって入った24番の川島信行です。中に浮かしてさあ行ったぞ、行きましょう、シュート決まった。池本が最後右足を振り抜きました。今日注目に挙げていた北九州、フリーで受けてうまくポジションを見つけてスペースに蹴り込みました。この池本のシュートが決まりまして1対1同点です。池本は今シーズン5ゴール目、チームとして